はい、こんにちは、本田です。今回ですね、扇建築工房さんの方の建物の方をちょっと見学させていただいたついでにですね、ちょっと動画を撮らせていただこうかなと思って急にちょっと撮影を始めたんですけども、この後ろ見えますかね。これちょっとね、詳しくはちょっと見えせられないんですけども、後ろの借景がねちょっとえぐいんですよね。設計する時にですね、家だけじゃなくて庭だけじゃなくて、近隣を見た設計を皆さん心がけてるんじゃないかなと思うんですけども、今回ですね、その借景っていうところですね、について少しいろいろ考えていきたいかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。カメラですね、左映っていますのが、兵庫県宝塚市で設計をされていますCH 建築の波江さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。波江さんの考える借景とは、いきなりそうですか。借景とは、プランするときに目線の抜け風景は意識しますけれども、一番見たいところはどこかというところで、ここのようにすごく絶景がある土地ばかりではないので、その中でどこを切り取ってみたいのかっていうところはプランの中で意識しますけれども、逆にここまで絶景の場合ですね、プランしづらくないですか。土地探し、土地探しにも絡んでくるような、ここの例で言うと、建物の設計の範疇を超えてるんですね。どういう暮らし方したいかっていった時に、そのどんな土地で何を作るかっていうところもひっくるめての話で進んでるんで、ここについて言えば目的は結構定まってるっていうか、のでその難しさは別に特に、ここだったらもう本当にこれをどうやって生かすかっていうことで進んでるんで、借金をどう生かすかというより、確かに佐藤さんが言われたようにどう暮らしたいかっていうところにつながってくる。そこをどう生かすか、やはり皆さんが興味がお持ちのその間取りっていうところでいくと、基本的に長時間いる場所、家族がくつろぐ場所で、作業してる時に目線がふと抜ける瞬間とか、そういうものが見えるような配置で借景をする。あとは借景が近いのか遠いのかというところでも暮らしっていうのはだいぶ変わってくるので、例えばキッチンに立っている時なのか、ソファーに座っている時なのか、食事している時なのか、読書している時なのかって、その暮らしをイメージしながらどう取り込むかっていうのは意識はよくしますけれども、借景をお好きな方、逆に苦手な方っていうのもあると思いますので、どこまで絞るのか、どこまで開くのかっていうのは、お客様の暮らし、あとは近隣の目線ですとか、そういうところを考えながら調整はしますけれども、やはりプランする側としてはこのようにこうドーンと大きく取り込みたいという気はします。今回こちらのオーナーさんはちなみに土地から買われたんですか。土地からですね。土地をご紹介したということですよね。紹介というか、ここについて言うとグループでやってるクズ不動産が仲介に入ってやってますんで、なるほど、より踏み込んで土地のところもやってます。これってやっぱりでも家を土地を買うときに自分たちがね、どういう暮らしをしたいかっていうことが分かっていないと、この土地には出会えないですもんね。通常よくある分譲地ですよね。不動産屋さんがこう切り切りを切り分けた40坪45坪の分譲地っていうのでは、こういうのは望めないですし、ただそれを気づかずに先にそれを買っちゃって、じゃあその後じゃあいざ設計だってなった時には、実はそういう暮らしがしたかったんだっていうのが後から出てきても遅いので、やはりこう家づくりっていうのは設計ですよね、いうところと、土地がない方は土地を探す、一緒に設計を含めて土地を探すっていうのはすごい重要だなとは。そうですね、だから土地がない方の場合に、土地からってとなるわけですけど、その土地を選ぶにあたってのその土地の良し悪しの判断っていうのは一般の方では普通はできないですよね。できないというか、もしそれをしようと思うと、不動産業界にある、資産価値的な側面の良し悪しっていうのは、判断つきやすいと思うんですけど、その土地に何を設計してどんなものを作って、ってことはどういう暮らしがそこで待ってるか、みたいなことを想像して良し悪しを判断できるのはやっぱり設計者なので、そういう意味で土地探しの段階で
それが判断できる人をやっぱり少なくとも横につけるみたいな状態で探していく必要があるんじゃないかなと思いますけどね。まあそうですね、この土地を見る限りやっぱりそこがないと難しいですし、うん、それが実現可能かどうかっていう判断もやっぱ僕らがしていかないといけないので、うんうん、まあ、そういうのはすごく大事なと思うんですけど、変な話、このここの土地って自分らからすると、うん、うわめっちゃいい土地じゃんって、うん、絶対思う、こんないいとこって思うんですけど、うん、世の中の大半の人は、うん、建てにくい土地だなっていう、そうですね、はい、まあ、そこをどう生かすかっていうのはやっぱ設計によって変わってくるっていうことですもんね、はい。ただですね、このまあ外後ろこうね映ってるんですけども、まあ、すごくいい竹を生えながらだと思うんですけども、ある一方でですね、いや佐藤さん、うん、ちょっと虫が苦手なんですけど、うん、どうしたらいいですかねって言う人いるじゃないですか。どうされますか。回避できる方法の中で考えられることはやればいいと思うんですけど、はい、元をたどると、はい、じゃあ例えば自然がすごく近いところで暮らしていきたいと言った時に、うん、でも虫は嫌だ、うん、っていうのは、うん、まあ、言ってしまえば成り立たないわけです。もう無理ですよね、うん、相反することなので、はい、だからやれる範囲のこと、まあ、網戸をねちゃんと設けるとか、はい、まあ、あとはじゃあどういうものを作るかっていう部分以外のこともあると思うんですよね、はい、住み方で、はい、じゃあ外に水たまり作らないとか、はいはいはい、コーラが湧かないようにするとか、はい、そういう住み方のところでやれることもあるし、うん、まあ、あとやっぱ考え方のところでどう捉えられるか、はい、っていうと、まあ、ひっくるめて、はい、じゃあそういうところに住むのか、うんうん、住まないのか、うん、っていう話だと思いますけどね。繁華街を、ね、作るとかっていうのも、はい、まあ、一つの手だと思いますけども、うんうん、まあ、なかなかそこまで予算的なものも含めたりとか、うん、まあ、敷地の大きさとかも含めて、まあ、多様はいろいろ仕方はあるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、そもそもなかなか虫いや借景は欲しい庭は欲しいって言われると、うん、虫いやの感覚ってどっから来るんですかね。やっぱり蚊でしょうね。まずは蚊は返せですよね。こう蚊と蜂、うん、害がある、うん、害があるものは分かるんですけど、なんてこう心理的に虫嫌みたいなのあるじゃないですか。蜂でしょうね。結構いわゆる蜂が寄ってくるっていうのと、毛虫、ね、的な感じのやつが嫌って言われるのがイコール、はい、多分虫嫌いにつながってるんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあ、じゃあ害があるからか。まあそうでしょうね。あとはあれですね、古い古民家のような建物にお住まいの方っていうのはやはりまあ隙間だらけなので、うん、ゴキブリが入ってくるとか、うん、水が入ってくるっていう、まあ、こうイメージですよね、うん、そういうところがすごく強いのかなと思いますね、うんうん、でもちょっと冷静にこうよくよく、まあ、そうなった時に考えてもらいたいのは、うん、地球でっかい話になっちゃいますね、うん、地球上に人間しかいないわけじゃないので、うん、そうですよね、でもっと言うと食物連鎖で成り立ってるわけですよね。そうですね。だからその虫が いることで自分たちが存在してるので、うん、でそれをなんか排除しようっていうのは人間の自分勝手な考えだと思うので、うん、なんで、まあ、そういうことを改めて考えさせてくれるきっかけ、うん、みたいなことで捉えていくとそれはそれでいいんじゃないかなと思います、うん、まあ、あれですね、虫が良すぎるっていう。うまい。まあこれカットですけど。カットで。まあでもその辺はねやっぱりもうつきものですしね。まあでもやっぱり実際インドユーザーさんから見るとね、まあこういうの実際見るとすごくいいなと思うんだけど、じゃあ実際のところ虫がどうだとかね、まあ手入れがどうだとかも含めて、まあ、気になるところかなと思うんですけども、実際まあ今回借景でなると、まあお手入れはね、まあ、基本的に。自分たちでしないところになるのかなと思うんで、まだまあ管理は楽なのかなと思うんですけどね、まあ、それに関しては虫っていうのもありますしね、まあ、その辺も含めて、まあ、その辺の許容ができるんだったら取り入れた設計する方がいいですしっていうところですよね、うん、そうですね。だから取り入れることによって何がどういう暮らし方になるかですね。その目的が、うん、ただ見てたいとか、うん、そういうことなのか、それが見えてるとか自然が身近にある暮らしをしていくことによってで、うん、何がそこに待ってるのかって何を求めてるのか、うん、要するに自然の環境
ってこういうもんだよねっていうことをちゃんとこう理解していける暮らし方になっていくと思うんですよ、うん、ですね。ってなってくるとその虫の話もひっくるめてじゃないですか、うん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 、って思うんですけどね。まあここにいるといいですよね。本当なんかキャンプとか行かなくていいですもんね。ねえ、まあ、テント立てない外でちょっと引いたりでバーベキューしてわーってやって寝るのを家で寝るみたいなのも全然できるし、なるといい生活できますよね。鳥がチュン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 公園行き交ってるんですよ。その鳥が虫を食べて、うん、その鳥を動物が食べて、うん、それを自分たちが食べて、うん、生きてるっていう、うん、その借景とかもこういう木竹とかがあると見て楽しむっていうところと、まあ先ほど佐藤さんが言った鳥が飛んでくる、あとまあ風が吹けば枝がこう擦れた音がするとか、なんかいろんな楽しみ方があると思うんですよね。でそういうことも考えて見て楽しむのか音で楽しむのか、まあ匂いも含めて、そうなるとやっぱり人間も動物なので五感なところで感じる暮らしってなると、やっぱり全てがいろいろな方向から言っても暮らしっていうところに結びつくのかなというところがあるので、結構ね皆さん難しいって言われるんですけど、どう暮らしたいのかっていう、まあ、CHのホームページにはどんな暮らしがしたいんですかっていつも書いてますけど、意外と皆さんそこが難しいと言われるの で私たちはいつも家で何をしたい、何をしている時が好きですかとか、趣味の時間はどうされてますかとか、なんか好きなものと暮らしをつなげて家づくりをしていただくといいかなとか、うん、いろんなアプローチの仕方あると思うんですけど、その改めて家づくりをするっていう時にどう過ごすかとか、そういうところを改めて考えていただくいい機会かなとは思いますけど、ただ皆さんが皆さんこう明確にこういう暮らしってのはならないと思うので、うん、明確に出てこない方もいらっしゃるので、そういう場合はこういう素敵な建物を見ていただいたり動画見ていただいたり、いろいろなこう引き出しを作っていただいたらいいのかなとは思いますけれども、それにしてもこの竹やぶはすごいですまあしかもここの場合は誰からも見られないという、そうですね、周りからの視線こう、まあ、ないですし、これは絶景ですよね。これが家の中に取り込めるのはやっぱりいいですよね。今後の長い人生、暮らしを考えるタイミングっていうのはなかなか人生ではないと思うんですよね。まあ、家づくりをするタイミングでやっぱりせっかくいい機会ですね。今まではこうなんか家族で賃貸に住んでて手狭だなって言ってた生活から一気に変わると思うんですね。生活スタイルね、ライフスタイルっていうのが変わるきっかけでもあるので、なんかその時に一つをやっぱりこう考えるきっかけとして、なんか家づくりを始める前になんかその辺の話し合いを家族でしていただいて、どう暮らしたいか、ああいうところから含めてですね、家づくりちょっと楽しみながらやっていただけたらなということで、よろしいでしょうか。はい、はいはい、すいません、今日どうもじゃあありがとうございました。今回は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。